2017年フランス国際、フランス杯は2017年にフランスで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2017-2018ISU グランプリシリーズの第5戦である。2017年フランス国際、フランス杯は2017から2018年シーズンに開催されたフランス国際、フランス杯。 2017年11月17日から19日にかけてシニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技がグルノーブルのペティノワール、ポレサットで行われた。今大会開催国の統括団体であるフランス表情競技連盟に対しては各種目で最大3人の出場枠が用意された。各競技の上位成績者には2017、2018、 ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられる。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされていたが、エキシビションが中止となったため、対象外となった。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル、支払われるとされた。ありがとうございます。